ジョナクヒオからニアナウレは、ハワイ王国で王族として生まれ育ち、アメリカ合衆国によるハワイ併合の後に合衆国議会への代表を務めた人物。プリンスクヒオ、またはクヒオ王子として知られる。クヒオは、後の米国ハワイ州カウアイ軍コロアに生まれた。カウアイ島最後の王で、カメハメ肌ように教授にして、彼にハワイ統一させたカウムアリーの血筋であった。 王族用の和フカレッジで学んだ後、カリフォルニア州のセントマ州聖公会学校と、イギリスの王立農業大学で4年間学んだ。サッカーなどのスポーツに秀でていたと言われる。カメハメハ王家が絶えて、1874年にカラカウア王家が始まる。クヒオは1878年に父を、1884年には母を亡くして孤児になるが、 カラカウアの妻であるカピオラニが母方のおばにあたるので彼女に引き取られてハワイ王国の王子となった。カラカウア王が実権を握るとクヒオを王国政府のまとめる役につけた。1891年にカラカウアが亡くなるとリリュウオカラに女王が即位して引き続きクヒオを重要視した。米国がハワイ王朝を倒しハワイ共和国として配下に置くと 1895年に、それに対する反乱が起き、クヒオはそれに参加した。しかし反乱は失敗に終わり、クヒオは捕らえられた。一旦は死刑を宣告されたが、懲役刑に減刑されて服役した。1898年、米国はハワイをハワイ巡州として併合した。プリンスクヒオの増幅役が終わると、クヒオは徐々に政治家への道を選んだ。 しばらく、ハワイ独自の党派に所属した後、1902年には共和党に入り、選挙で選ばれて、1903年から1922年に、亡くなるまでハワイのアメリカ合衆国議会への代表を、務めた。この間、クヒオは、ハワイ人の地を50%以上引く、者たちに20万エーカーの土地を与えるという、ハワイアンホームズ委員解放を立案したり、また、ハワイを、 米国の州に昇格する案を作ったりしている。クヒオは死後も様々に名を残している。彼の誕生日はクヒオデーとしてハワイ州の祝日である。また、プリンスクヒオ小中学校などが各地にあり、ハワイ島には同等最大のショッピングセンターであるプリンスクヒオプラザがある。ありがとうございます。